ますか。飲んでみた方が絶対面白いですよ。私もう入ってるんで、もう私も証明してます。じゃあ次のあれいきましょうか。もう即興劇をいろいろ見てもらうわけなんですけども、その基本となるようなものをちょっとお見せしようかな。じゃあまず3人出てみてください。はい。誰出てみます。お、この3人でね。いいですね。お、なかなか年齢が高い。今からこの3人にある即興劇を演じてもらうんです。これハーフタイムショーというね、見せ物ですよ。はい。じゃあ皆さんにちょっとお伺いします。この3人一体何でしょうか。これ皆さんから言ったら一体何者でしょう。この3人、あの手なんか挙げないで言っちゃってくださいよ。サラリーマン。あ、いいですね。サラリーマン3人だ。今言ったの誰ですか。いいですね。サラリーマン3人がものすごい変な場所にいます。なんでそんなところにいるのという場所にいます。それはどこでしょう。自殺の名所。自殺の名所と申しておきます。なんで言いましたよ。海の上。海の上行きましょう。海の上って変だもんだって。さらにか自殺の名所、ちょっとね、いろいろ、なんかね、悲しい話になりそうだから。海の上行きましょう。いただきます。では、今から1分間、サラリーマン3人、海の上にて、海の上でいいでね。家。家って言ったら、上でいいでね。会場にいるってことだ。はい、では今から1分間、サラリーマン3人、海の上にてという即興劇をご覧いただきます。来ています。よーい。いや本当に本当に浮いてますね。立てるもんですね。立てるもんですね。これは、はい、これが御社の新製品でございます。